ユーカー TV キャスターの大城ほのかです。さて、今日私はユニカーソン出身、中日ドラゴンズ中地投手が好きだった給食として今注目を集めているもずく丼、このもずく丼が食べられるというお店に来ています。早速お話をお伺いします。こんにちは。はい、こんにちは。まずは自己紹介をお願いいたします。はい、ユニカーソン漁業協同組合山内拓馬と申します。山内さん、今日はよろしくお願いいたします。さあ、この読谷漁協のある豊漁港では今話題のもずく丼が食べられるお店があるんですよね。はい、そうですね。もずく丼を、食堂の方で提供しています。食堂のお名前お伺いしてもよろしいでしょうか。はい、ウミンチ食堂と申します。店名にもウミンチ食堂とあるんですが、どういったメニューを提供しているんでしょうか。はい、毎朝、定置網、大型定置網で取れる、新鮮な魚を使った、刺身定食、あとイカ汁、魚汁、こういったものを提供しています。新鮮なお魚をランチタイムに楽しめるということですね。そして今話題のもずく丼なんですが、読谷村の給食では定番メニューなんでしょうか。はい、今給食の方で定番メニューとして出ているみたいですね。実は私も沖縄県の南部の出身なんですが、このまだもずく丼を食べたことがなくてですね、どういった味の特徴がありますか。そうですね、もずくというと酢の物のイメージがあると思うんですけれども、このもずく丼に関してはですね、醤油ベースの、今までのもずくの味とまた違った、新しいもずくの食べ方が、と思います。実際にこのウミンチ食堂には村外からも多くの観光客の方がいらしているかと思うんですが、もずく丼を食べた方の反応はいかがでしょうか。そうですね、もずくの新しい食べ方、そういったものを発見できたというふうにみんな大変びっくりしていますね。ぜひまだ食べたことがないよという方も一度試していただきたいですね。またこのもずく丼以外にも様々なメニューがあるんですが、その他人気メニューのご紹介をお願いします。はい、うちではイカ汁の方が、だいぶ人気がありまして、手作りのイカ汁が、うちのメインとして、ぜひ皆さんも食べていただきたいなと思います。このイカ汁も沖縄ならではのメニューなんですが、びっくりされる方も多いんじゃないでしょうか。そうですね、見た目が真っ黒なのでびっくりする方が多いと思うんですけども、食べたらみんな美味しいということで喜んでいただきます。ぜひこのイカ汁も一度チャレンジしていただきたいですね。そして店内の雰囲気なんですが、とても広々としていて、家族連れの方でも過ごしやすそうですね。そうですね、はい、窓から見える海の景色なんかも天気がいいのですごく綺麗で、ぜひ店内よりもテラス席の方で、ね、食事いただくと綺麗かなと思います。いや、このテラス席本当に絶景で、晴れた日にはぜひテラス席でのお食事を楽しみください。またなかなかユニカーソンまで足を運べないという方にも、ふるさと納税の返礼品でご用意があるんですよね。はい、そうですね、もずく丼とイカ汁のセットをふるさと納税の方で出させていただいています。ぜひふるさと納税を通してこの話題のもずく丼を一度お試しください。そうしましたら、ウミンチ食堂の営業時間と定休日を教えてください。はい、定休日の方はですね、固定休の方はなくてですね、正月ぐらいですかね。で、営業の時間の方が11時から3時の時間となっております。ありがとうございます。最後にリスナーの皆さんに一言 PR をお願いいたします。はい、ぜひ一度ですね、当店自慢のイカ汁とあとお得だ食べに来てください。よろしくお願いいたします。はい、ぜひ皆さんユニカーソンへ訪れた際には、ウミンチ食堂でしか食べられないもずく丼、その他美味しいメニューが盛りだくさんですので、一度豊漁港ウミンチ食堂まで足をお運びください。山内さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。